水海、清清,清は、奈良時代の助官。清は、昇る、後連官位は、十五以上、君六等、名部。名は、清成とも表記される。水海連は、新鮮聖四六、河内国書茂によると、くだ国黒人、つとむりみから出たとある。水海は、大見とも読み、大見大継ぐを、大法令で、水海と記した例があり。 また、正細院文書には、後世の大海の大政を、水海大政と記した例も見られる。村寺政以前は、昇る聖を名乗っており、これは、聖武天皇の実名である、首と、同じく、藤原夫人の名前である、塩を避け、代わりに、党に改称したものである。新先生史録によると、水海氏の同族には、長首、民首が存在するので、水海党は、元は、 水見首ではなかったのか、と、佐伯有紀きは唱えている。小徳町の天平神後元年正月、藤原中丸の乱語の論功交渉で、16位下から、外15位上に除せられている。この日、白馬の設営の縁が開かれ、5位以上の者はこれに、参加し、6を与えられている。彼女の場合は、除勲されてはいない。翌2年2月、水会、 昇清成ら五人の生を村寺に改めた、とある。この時、名部と記されている。その後、しばらくして、公認天皇の放棄八年正月、足羽黒図くず、金指し写人は鹿島と共に内くらいの十五位下に、少女している。俗に本気による。ありがとうございます。